皆さん、こんにちはクリケット競技の木村翔吾です皆さんクリケットってご存知ですか知らないですよね。世界ではサッカーに次いで競技人口が第2位です。インド、スリランカ、パキスタンは世界最上位国で20億、30億、40億と稼いでいる選手がいます。そういう選手たちのが決勝トーナメントから出てくるので、その決勝トーナメントに向かって予選突破したいと思います。あのほとんんど試合後中継がないののでメディアの皆さん よろしくお願いします。ありがとうございました。あのクリケット競技です。またよろしくお願いします。あのクリケットさっほど知ってる方って手挙げていただいたんですけども、クリケットって長いっていうイメージあるんですが、実は3時間で終わるゲームです。はい。で360度どこに打ってもいいっていう競技なんですね。野球の原型といわれるスポーツなので、皆さん見たことないと思うんですけども、ぜひ一度ご覧ください。世界にはすごい奴がいっぱいいます。あの僕。 実はプロ野球で15年野球やってたんですけどもあのその僕が世界に出てこんなすごいやつおるんやってたくさん経験してきましたそんなやつがいるスポーツなのでアジアでインドスリランカパキスタンアフガニスタンって本当に強いチームがあってなので皆さん、うん お願いします見てください。であの、ここにいる選手の方々も、一回ちょっと見に来てください。僕もいろんな競技見に行きますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。アジアは強いんですねも、プロ野球選手時代、私もずっと取材させていただきましたんで <laughs>、応援してます。はい